これを開けるここに差し込んで開けるんだと、もうこれ爪を引っ掛けて、まあ、なんかね、3足入れる抜けるか、でもないここやわ、下を抜く必要があるわ、 こいつのこの子の、コンソールボックスを外して、今からなんかこの辺を緩めるって書いてたよな、これな、これを緩める、キャップはない、とりあえずこれを緩めるだけ、サイド落として、うん、緩めるだけな、先駆的で OK、 5ミリね、パーキングを下ろして、でこれを10ミリで緩めると、もうこんなのか、じゃあここの夕方のやつを外していくと、こことここか、まあ錆びるけどな、サイドブレーキ、ここをテコの原理で戻すと、戻して取るとこんな感じでね、でこっち側から抜く、よいしょ、はい外れました、15ミリね、よいしょ、よいしょ、で外れたらこの2点を外せばキャリパーが取れると、はい、方がいいんかな、あるかもしれない、まあでも、まあ、とりあえず交換してみてさ、新品入れるわけやから、 9.1 ぐらい、うん、8.9、 ほんまのほんま1ぐらい、これはひどいね、今日何するかというと、タイトルコールなしで始まりましたけど、キャリパーが戻ってないんじゃないのっていう話になって、でまずローターが左右非対称に削れてるからっていう仮説をもとに、一旦一緒にしましょうやから新品、ブレンボ買っとうと思わへんかったマジで、これブレンボのローター、ブレンボの純正相当同等品みたいな、うん、これがレアやろマジで、だって出回ったん久しぶりで、レア品やろ、アッシーしかも、アッシーでしか、まあ、アッシーでしかないんか、やばすぎやろ、新品だと思われるパッドとオイルラインのシールか、まあワッシャーみたいなやつ、おかっこよ、なんか色かっこよ、何これ、え、なんか強そうやし、強そう、このローターマックみたい、え、な、確かに全然違う、え、全然違う、いや、ずっとブレンボなってまうよこれ俺もちょっとブレンボ
安かったら買おう。ちょい高いぐらい。ちょい高いぐらい。数千円。2割ぐらい。うん。そんな手の届かん価格ではないねんな。らしいです。表面も良くない。結構。こっちの方が重いな。だいぶ重いで。だいぶ重い。だいぶ重いんちゃう。だって持ってわかるかな。ちょっとなんかこっちはサイズとその鉄の塊ってなった時に想像される重さやけど、こっちはなんか重い。なんか安定した重みを感じるよな。あ、そうそうそう。エンドレスのブレーキパッドが強すぎた説。パッドの面見た感じ。あ、まあ暗いから見ようと。このアッシーもエグ綺麗やな。まあ新品やから当たり前やけど、クラフトやね。使ってるくね。はめたやん。めちゃめちゃはめてるやんこれ。これ使ってるやろ。これ未使用ではない。これワッシャー2枚を頑丈ボルトを挟む形でね入れます。ワッシャーとこっちのワッシャーね、で挟むって感じでねじ込むと、リーダーを置いて、ここはあ、やこうやな。いやでも多分引きずってないから前より早いと思う。進む、まあ、当たりが出たら効くはずやから。なんか鬼効いてる気がすんねんけど、気のせい。聞いてないな、後ろ。後ろは聞いてない。聞いてないけど進む。全体的にはうん、引きずってないから、なんか多分速いと思う。ああ、引きずってないのが大事やからな今回。まあ、とりあえずサイドは効いてるから。キャリパーちゃんと動いてる。ローターパッド変えてエア抜きしたから、エア抜きの効果も見たかったな、あんだけ汚かったから。炭酸みたいな出てきたし、なんかあれみたいやったな。そう、濁り姫じゃね。最初出てきたやつシュワシュワしてなかった。まあ、とりあえず OK かな。サイドもバッチリ。じゃあお疲れでした。お疲れでした。本日は終了です。はい、はい、終わりです。